はい、皆さんこんにちは、ずひこです。それでは今回なんですけども、9月のワクワク PayPay は食品スーパーが対象かも。PayPay 次なる戦略とはということで、今回は PayPay に関する興味深い記事を見つけまして、その記事はソフトバンクワールド2019という法人向けのイベントが開催されたみたいで、その中でいくつか抜粋してお伝えしていこうと思います。まずタイトルにもあったように9月のワクワク PayPay は食品スーパーが対象かもということですね。現在開催中の11時から14時のランチタイム限定のキャンペーンが開催中なんですが、これまでキャンペーン自体がお昼にお客さんがドカンと来ることがなかったみたいで、キャンペーンをしたことで夕方の勢いも落とすことなく、今回のワクワク PayPay でお昼の時間もお客さんがかなり増えたということでした。なので、限られた時間でお客さんはしっかり増えたということでしたので、9月は食品スーパーを対象にした大きなキャンペーンをやっていくということをおっしゃったみたいですね。こちらの詳細に関してはまた後日発表されるみたいです。これは正直本当嬉しいですよね。僕もよく自炊をするのでかなりありがたいです。スライドの画像にもあるように、ユーザーの要望が高いと記載があったので、やっぱりみんな思うことは同じですよね。だって日常的に使うもので、還元などがあればもう本当に家計的にも助かりますよね。そして今後の PayPay なんですけども、こちらも大きく分けて3つありました。まず1つ目っていうのはクーポン機能ということですね。例えば Yahoo にクーポンを表示させ、それを取得すれば自動的に割引が受けれるようにするということで、これでお客さんの集客にもつながるということですね。こちら本当 LINEPay などにもありました。確か今思えば PayPay って還元に気を取られていたので、よくよく思えばクーポン機能がないなっていうことには意識してなかったですね。しかもクーポンっていやらしいのが、取得したら使わないといけないという使命感みたいなものがあるんですよね。時にはそんなにお得ではないクーポンも中にはあるかもしれないんですけども、このお店でこれだけの割引クーポンがあるのはお得だって思うと、自然とそのお店に行っちゃうんですよね。僕は本当その戦略にうまくハマってます。二つ目はショップアカウントというものなんですけども、簡単に言うとその店舗側が専用のアカウントを持つんですよね。で、そこで定期的にお客さんに情報を発信できるようにすることができるみたいです。僕たちみたいなユーザーが好きなお店をフォローして、そのお店の最新情報をもらうことができるということになるので、これは結構面白いですね。あとはスタンプカードみたいな特典や、店舗から PayPay 経由でメッセージを出すことも可能になるということでした。これ本当いいですよね。よく自分自身が利用するお店からのお得情報がもらえたり、たまにしか行かないお店から情報がくれれば、さらに行くきっかけを自然とこの PayPay が作ってくれるということになりそうですよね。で、最後3つ目っていうのはグループ内サービスの連携ということで、例えば Didi というものについてなんですけども、こちらは、すでにサービス自体も発表されてはいます。ちなみに Didi とは、タクシーを利用されるお客様専用のアプリとなっていまして、スマートフォンに目的地を入力して素早くタクシーを呼ぶことができます。で、アプリ内で決済も可能ですし、ドライバーの方とのメッセージのやり取りも可能といったタクシーに特化したサービスですね。今回はその PayPay が Didi でのお支払いも、将来的には PayPay の中で Didi を呼んで決済まで済ませるようにするということを考えているということでした。僕自身はあまりタクシーを利用することはないんですけども、これは本当にタクシーを利用される方からしたら本当便利なサービスになりそうですよね。あと細かいこととしたら、ヤフオクやYahoo サービスの連携や、あと割り勘機能もかなり強化するということでした。いやもう PayPay も利用者の方が900万人を突破したということで、1年経たないくらいでここまで増えたっていうのはめちゃくちゃすごいですよね。僕も普段から PayPay は利用させてもらってるので、これからもキャンペーン含め本当ワクワクさせてもらいたいですね。そんなこんなで今回は9月がもしかしたら食品スーパーのキャンペーンを開始するということと、そして3つの戦略についてお伝えをさせていただきました。もしですね PayPay のことで思うことがあれば、ぜひ下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。